私たちマジカルパンチラインです。沖口ゆなです。うさみさらです。松田たまきです。山本花です。はい、今回はですね、はい、今はるかがいないんですけれども、はるかには内緒でメンバーが企画中にお菓子食べてるドッキリをしたいと思います。イエーイ、はい、お菓子食べれるのか。お菓子いいの。もうめっちゃ幸せな企画で私。そうなのよ。で、あのはるかに気づかれないように、はい、いかに多くのお菓子を食べれるかという検証をしていきたいと思います。はい、で今回袋の中にお菓子を全員同じ数で入れてて、はい、まず歯ごたえのすごいグミ、グミでかめ、そう、はい、そう、結構固めのグミと、あとちっちゃいポテコ、そう、ポテコ、もうこちらのポテコを、これ結構ボーナスポイントだもん、入れちゃって、で、あとは札幌ポテト、そうです、ね、まあ、スナックなんだけどちょっと柔らかめ、そう、ちょっと溶けるよね、溶ける、溶ける、うんうん、なんか食べやすい。で、最後の強敵、じゃがりこ、うわー長さもあるぞ、硬さもある、音も結構、うんうん、普通のサイズですか。普通のサイズです。あ、結構難しいと思う。L サイズだったらちょっとやばいの、口から飛び出しちゃう。音が鳴る系のお菓子から歯ごたえあるものまで全3個ずつ、はるかにバレないようにお菓子を食べていきたいと思います。思います。皆さんこんにちは、私たちマジカルパンチラインです。沖口ゆなです。うさみさらです。吉澤はるかです。松田たまきです。山本花です。今日の企画はマジパンクイズ、イエーイ。私がマジパンについてのクイズを出すので、はい、皆さんにはそれをちゃんと答えてもらって、あら、マジパンメンバーとして活動しているわけですから、はい、ちゃんと知ってるよねっていう問題を出します。当たり前じゃん。でもね、やっぱ私はね、うん、本人に比べたら歴はもうゆうなちゃんの次ですから。そうだよ、もう簡単だよ。絶好調じゃん。さっきね、レッドブル飲んだの。あ、じゃあ絶好調だ。今ね、絶好調だから。じゃあそんな絶好調な吉田さんはね、しっかり全問正解してもらって、はい、他のね、3人にも頑張ってもらいたいと思います。頑張ってもらいたい。問題とかはやめてくださいね、他のメンバーも。じゃあカンニングは？ダメ。カンニングダメです。カンニング。じゃあ、まずもう早速1問目から出題していきますよ。はい、わーわー。それでは、この5人に関係する問題です。はい。はい、マジカルパンチライン、キラハピザワールドの収録曲は全何曲でしょうか。はい、何を数えていいの。え、いいよ、あの自分の中でだったらいいよ。覚えてないよね。数えたら分かる問題だとは思うので、しっかりと数えてもらって。え、だからこれ結構余裕なんだけど。無理、数えられない。めちゃくちゃ、なんで覚えてなくない。え、覚え、あと何書いた方が分かりやすいな。書いていい？いいよ。書いてもいいよ別に。だからまあデジタルシングルとかもリリースしまして、うん、でそこからのアルバム発売でしたから、もう言えばうちらのこの体制の曲を、うん、あの分かってたら、あの絶対に答えれる問題ではあります。うん、だからちゃんとみんなライブの時これやるなとかを数えたら絶対に分かると思う。確かにそれは。やばい。頑張りましょうね。はい。はすごいよ。絶対間違ってるから。大丈夫だよ、マジで余裕だもん。それこれ一回も忘れたことはない。みんな多分。だって分かるものを出してくれてる曲とかも結構ある。確かにある。なんか最近、うん、だから本当やってる曲とやってない曲の差が激しいから、うん、結構難しいけど、あのこれ一つ言わせてもらうとしたら、あれですから、あのちゃんとライブとして構成できるように。うん、あのアルバムの曲順もありがとう。だってあれじゃん、70年はそのセトリ順にやったもんね。そうだよ、そうだよ。そうじゃん、結構あるじゃん。え、それね。そうだよ。うん、あのそしたら全曲あれね。え、全然書いてないんだけど。みんなどんな感じなの？今ね、何曲書いてると思う？ちょっと見に行ってもいい、見に行ってもいい。私に合う8曲なんだけど。見ようとしたね、なんか見てくる人いるんだけど。あと何？え、カンニングしてる。あ、めっちゃ見せちゃった。なんだっけ。え、マジでわかんない。うん？なんかさ、あの時期ってさ、うん、このキラハピザワールドのアルバムだけじゃなくてさ、うん、その前の体制の歌とかもさ、いっぱい出てた。結構混ぜて披露してたから、これ結構むずいかも。うん、あ、危ない、自分の曲忘れてたよ。なんだっけ、何自分の曲。それで思い出したんだけど。オッケー、もうこれでいく。オッケー、みんな答えれた。はい。はい。なん
忘れてそうだな。絶対忘れてる。最後最終チェックしていいよ。じゃあ自分の中でチェックしてください。玉木いけた？ダメそうだな。まあ、まあ、いいやまあ、いいや。え、なんか書く前でしょ。そう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 。何曲か書けば。何曲か書けば。問題聞いてた？全何曲でしょうかって。あ、だからその曲は別に書いてなくていいんだよ。あ、曲は書いてない、うん、何曲って書いてもらえれば別に大丈夫、うん、聞いてる話。聞いてる聞いてる。今日ちょっと耳遠い日だから、ね、一斉にどうぞ。せーの、でん、十、十一、十一。え、何忘れてた。何を、ゾンビだ。確認しますよ。10曲11曲11。でも今ここ9曲しか書いてない。じゃあ正解はうわこちらです。ドン、はい、11曲でございます。イエーイ。じゃあオープニングカットしてもらってもいいです。あんな、え、一番目から外すこと。え、何じゃあゾンビ忘れてるね。え、嘘。だってゾンビなんて、うん、ずっと忘れ。おい、私の方針の曲ずっとよくことない。ずっと書いたよ、ずっと書いた、ずっと書いた。9が11じゃない。でもゾンビってハロウィンしかやんないじゃん。いやでもハロウィンにあんなに目立つ曲ないじゃん、うん、忘れてた。クリスマス書いてるのにね。本当だよ。ということで、ソタソとタが1ポイント選手です。うわ、マジか。すいません、皆さんここで弁解して。愛はあるから、ちゃんと本当に愛だけはあるから。じゃあそんな、はい、吉田さんが忘れていました、うん、はい、マジカルゾンビナイトに関する問題を。うわ、ちょっと歌唱とかやめてよ、全然わからないから。違います、やばい、知らないんだけど。マジカルゾンビナイト、フルリポポプラボの歌唱は全然歌ってないとも歌ってない。そうそう、とりあえず歌ってくれ。どこを自分かわかんないけど。はい、じゃあそんなマジカルゾンビナイトが生き生きし始める季節といえば皆さんいつですか？ハロウィンです。そうです。マジカルパンチラインはハロウィンツアーを結構毎年のようにやらせてもらってますが、はい、2021年に開催したハロウィンツアーで回った年を答えろ。あ、2021年。うん？いや、もうそれ考えてください。分かってる、みんな2021年いつか。なんで？本当に？うん。忘れもしないよ。できました。お、え、待って待って待って、問題なんだっけ。何年、2020、あ、何年とかは言えないです。年名、年名、あ、年名、分かる。オッケーオッケーオッケー。多分大丈夫。ルリヒューヒューラブ。本当に？あ、これ自信ある感じ、はい、の。あります。はい、大丈夫です。お、それでは皆さん回答オープンしてください。どうぞ。でんでん、仙台、大阪、広島、福岡、東京。お、増田さん。東京、大阪、広島、福岡、仙台。お、うん、大阪、福岡、広島、東京、宮城、まあ、仙台。あ、まあ、仙台ね。え、仙台、広島、大阪、東京、福岡。あ、マジパンのメンバーとして。それでは出題します。はい、マジパンのグループ名
なんでしょうか。うわ、意味があるんですよ、マジカルパンチラインっていう言葉には。ただの、あ、わかるわかる、語呂とか雰囲気でつけた名前じゃなくて、ちゃんと意味があってのマジカルパンチラインなんですけど、その意味を答えてください。はるかさん、聞いたことあるんだけど、はーい、はい、なんだっけ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 、え、違う、マジカルパンチラインを日本語にすればいいってことでしょ。え、まあ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 、そういうこと、まあ言ったらそういうことではあるけど、どういう意味でしょうかっていう。まあでもさすがにね、いっぱい聞いてるから結構。いけた？全然ダメじゃんそれじゃ。いや、まあマジカルパンチラインのあれを考えてほしいね。うんうん。うん？なんか聞いたことある気もするけど。え、ある自信？え、自信？ないよ。え、嘘だ、絶対わかる。なんかだって。変じゃん、パンチラインっていうこと。マジカルはまだわかるけど、パンチラインって何って話じゃん。え、こうやってもしかしてヒップホップ用語とか必要？あ、そう、まあまあまあ、なんかでも意味があってれば大丈夫。意味があってればいい。絶対はるか方向性の違いって感じで結構。え、質問に合ってない答え書いてる。あ、じゃあちょっと一回考え直してくださいね。あ、違います、違います。全然違う。一回。サトルナさんがハリーポッター好き。あ、違う違う。あの、そっちから違う。ちょっとね。それはコンセプトがマジカルなんですか、魔法使いなんですかって言ったら、まあハリーポッターなんですけど、もうこのマジカルパンチラインっていう名前は、まあイコールこういうことっていう言葉があるから、なんだっけ、もうね、自信あるよこれ結構。嘘。じゃあこの間ウィキペディア全部読んだから、なんか分かった。もうマジカルは魔法です。大ヒント言っちゃいますよ。魔法のホニャラララです。マジカルパンチラインの意味は魔法のホニャララ。はい、え、多分合ってる。え、5文字です。え、シャー、もう勝ったんで。魔法すいません、クリスマスしか出てこない。何魔法のクリスマスって。え、最初の文字は木。最初の文字は木です。木。何それ、木ですよ、魔法の木。だってもう木って言ったらそれしか出てこないじゃん。じゃあそんなことないけど、もしかして魔法の剣だったの？剣は剣の5文字を考えてもらったよ。本当にキリギリスだったらよく8年この名前が来てないけど。本当だよ、何にキリギリスって。え、わかんない。それではもうみんな頑張れ。何意味合い雰囲気が合ってたらもう正解になるので、K から始まる5文字じゃなくても自分が思うパンチラインの意味を書いてください。木じゃなくてもいいよ、雰囲気が合ってたら別に大丈夫。雰囲気。はい、それではもう制限時間です。はい、皆さん答えをオープンしてください。どうぞ。じゃん。何それ。花からどうぞ。魔法の決め台詞。うわ、あ、もう魔法人。お、キャラメル。お、勇者よ。勇者よ、勇者よ、あ、勇者よ、マジカル勇者よ、私たちは勇者よ、マジカル勇者よ。ごめんなさい、違います。それでは、答えはですね、はい、マジカルパンチライン、魔法の決め台詞でーす。そうだよ、素晴らしい。だってこういう意味は分かるんだよ。そう、そのさ、そういう業界で使う言葉なんでしょ。何がパンチラインっていうのは、だからヒップホップ用語で、ほらほら、あの決めのセリフとか、うん、オチっていう意味があるので、うん、まあ、それをちょっとグニャッて出産してマジカルパンチライン、魔法の決め台詞。素晴らしい。なんかポンポンって感じの時に使うらしい。そう言ってた。なので山本さん正解です。イエーイ。やっぱウィキ読んどいてよかった。この間ウィキに書いてるから。はい、ということで、今回ですね、ソラとハルカが一問正解、そして花と玉木が2問正解ということで、花と玉木の勝利です。特別クイズ一つ。はい、それでは最後に特別クイズです、はい、撮影中になぜなんか違和感感じたなっていうことをみんなでフリップに書いてください、はい、違和感、この撮影中にあれ、まだこれなくなってる、それ違和感持ってる、うん、変だったことをみんなで書きましょう。やっぱこれが
オッケー、わかんないけど当てに行くわ。勘で当てに行く、大喜利、これ大喜利なの、これ。それではみんな書けたかな、うん、はい、一斉にオープンしましょう、せーの、でーん。じゃあはるか以外のメンバーで言いましょう、はい、はい、せーの、はるか以外の4人がお菓子食べてた。はるかはゆうなちゃんしりとりしてた。確かに、それでごめん、なんかごめん、私英語だから気になっちゃうの。